どうも、あいちゃです。先月、ネスレさんのキットカットとのね、コラボ動画を出させてもらいまして、その時に発表させてもらったプレゼント企画、81名に手書きメッセージ入れて送りますよっていうのと、あと皆さんからね、質問を募集させてもらったので、今回はメッセージを書きながら、皆さんの質問に答えていくっていうのを、ね、動画でやっていこうと思います。やっぱり油断しちゃうことっていうのは、こう受験だけじゃないですけど、結構あって、で、自分もね、結構油断しやすいんですよ。自分に甘い性格なんで、私は。で、その時によく考えていたのは、好きな言葉があって、最悪を想定して最善を尽くすっていう、この言葉がすごく好きなんです。で、大切にしてる言葉なんですけど、つまり、そのままなんですが、皆さんにとって最悪な状況って多分多くの方が受験生だったらやっぱ志望校に落ちた時だと思うんですよね。で、その最悪なことを想定したら、今何をすべきなのかなって、その自分にとって最善の行動ですよね。一番いい行動って何なのかなっていうのはやっぱり考えられると思うんです。でも多くの方がきっと勉強することってなるかもしれないんですけど、より最悪なことをね、想像すると、そのアバウトな行動じゃなくて、あ、そっか、今勉強しようじゃなくて、勉強の中でもこの科目のこういうことやらなきゃなみたいな、より具体的にやるべきことが見えてくるはずなので、ぜひね、最悪を想定して、結構辛いんですよ。辛いんですけど、最悪を想定して、皆さんにとっての最善を尽くす、そこを考えてみてもらえたらと思います。これ緊張しないっていうのはね、ちょっと難しいかなと思ってて、自分は緊張していいじゃんって、緊張してる自分を受け入れるのが大事だと思ってるので、緊張しない方法はね、ちょっとできないんですけど、おまじないは、おまじないというか、自分の中でスイッチを入れるおまじないはあって、よくやってたのは、目をつぶって、テストの時ですよ、目をつぶって、試験管とか始める前に、おっとっとっと、こうやって目つぶるんですよ。で、目をつぶった中で自分に向かって、できる、大丈夫、よくやってきた、頑張ってきた、俺なら平気、よし、行くぞみたいな感じで言って、目をこの開いた時の目、その時に最大限の力を目に込めるんですよ。一番かっこいい、一番エネルギーをみなぎった目にするっていう。だからこうやってって、ちょっと感じるか分かんないですけど、なったかな。そんな感じで気合を入れて、いい自分のスイッチを目を開けた瞬間に入れるっていう。あとは結構膝叩くのもやってました。ただこれ試験会場だと うるさくなっちゃうんで、できないかもしれないんですが、結構ね、っていうのが私にとっては割とスイッチに入る、おまじないというかね、一種のちょっと験担ぎみたいなところになるんですけど、よかったら 真似しなくていいですけど、結構目をつぶって自問自答、自分に自信をつけて目を開けるっていうのは結構いいので、よかったら参考にしてみてください。いや、この質問に関してはちょっと、この仕事をしてるからっていうふうに思われちゃうのがすごく嫌なんですが、キットカットですよ。もしレパートリーに入ってなかったら。っていうのは、実際私受験生の時よく食べてましたからね、キットカット。で、キットカットのいいところって、その少量なんですよ。これもそうですけど、パキって割ったら1本でちっちゃいじゃないですか。で、つい食べ過ぎちゃうと、やっぱり頭ってポーっとしちゃうし、あとね、自分と痩せたいって思った時期だったから、そっちの変な自己嫌悪にもなるじゃん。なるじゃんって言っちゃった。なるじゃないですか、食べ過ぎちゃうと。なので、すごい少量で、しかも美味しいし、だから自分はそのおやつ、休憩の時に食べるおやつとしては、キットカットとかもうね、ベストです。だからぜひぜひ使ってほしい。で、あと、そう、今回ちょっと関係ない話になっちゃうんですが、皆さんからね、そのかけてほしい言葉、すごいたくさんいただいて、で、全部読ませてもらったんですけど、ちょっとね、勘違いをさせたなって思って、申し訳ないところがあって、これ、皆さんが書いてくれたやつが、当選者の方が、そのなんで書いてほしいメッセージが届くわけじゃないんですよ。皆さんから、今回も数百っていうね、メッセージもらってて、その中でこれだったら喜んでいただけるかなっていうのを、だって8種類ぐらい、ピックアップして、それを書かせてもらうんです。8種類をいっぱい、わーって。で、なので、それをランダムに当選者の方に送るので、あれ、私が書いたやつじゃないっていうふうになると思うんですが、そこはちょっとご容赦ください。すごい個人名いっぱい入ってたので、多分勘違いさせたかなと思って。そう、だから自分の名前をね、こう書いてたのに、それ書いてくれてないじゃんみたいなことが起こるかもしれないんですが、それでも気持ち込めて全件ね、書かせてもらいますので、ぜひね、受け取った方は、ちょっとね、嬉しい文面じゃないかもしれないですけど、このパッケージにちょっと気持ち込めてるパッケージなので、そこからエネルギーというか、元気をね、受け取ってもらえたら嬉しく思います。ぜひよろしくお願いします。
これ実際私もですね、すごいこう気にしいで、できなかった問題とかあるとね、気にしちゃうタイプだったんですけど、これ一個俺明確な対策法があって、それが解くスピードを速くするっていうをやってました。っていうのは私ケアレスミスがすごい多いのを自覚してたので、解くスピードを上げる、だからテストの時間内に2周3周人よりも周回を多くできるようにっていうのを作戦として立ててたんですね。だから普段から時間のプレッシャーをかけて解くスピードもすごい速く解くっていう練習をやってたんですけど、そうするとテストの時も例えば分かんない問題が出てきても後で戻ってこれるのは絶対確信であって自信があるので、じゃあ未来の自分に任せようって、数分後の2周目をする時の自分頼んだって、だからそこで1回目の自分はまず1回目の自分でできるところをやっていこう、そこで得点を取って2回目の自分にいいパスを出してあげようっていう意識にすると結構ね落ち着いて解けるようになったので、よかったら参考にしてみてください。勉強やろうと思ってスタートを切ろうと思ったらついスマホ見ちゃってダラダラしちゃって1時間1時間半経ってましたなんていうね経験がある方もいるかもしれないんですけど、こうなっちゃう場合っていうのはスタートでやるものを決めておくといいです。結構多くの方が勉強机に座ってからやるものを決めたりします。で決めてる間にちょっと疲れてスマホいじっちゃうみたいなことって起こりうるので、もうスタートこの椅子に座った瞬間にもうこれをやるんだっていうのは決まってる状態がベストなんですよ。だから学校がある日だったらその日帰った時にまずこの問題やろうみたいな、科目じゃダメですよ、もっと細かく問題まで指定します。例えば教科書、授業を受けてる時にあこれ確認した方がいいなと思うのも付箋とかつけておいたら、これをまず最初にやろうみたいな。で家で勉強してる時も次にね、例えば家帰ってすぐ勉強した方が夜もう一回やろうと思ったら、夜じゃあ10時から勉強する時のスタートはこの科目のこれをやるぞっていうスタートを決めておくんです。すっごい具体的に。そしたら座った瞬間にその決めたものをやるだけだから。で人って面白くてスタートさえ切っちゃえばやりますから、スタート切らせちゃえばいい。なのでその部分をしっかり設定しておくと割とダラダラする時間減りますので、ぜひやってみてください。はい、ということでここまでお付き合いいただきありがとうございました。ちょっとペンがなかなか進まなかったんですが、後でねこう気持ち込めて書かせていただきますので、ぜひね楽しみに待っていただけたら幸いです。そして最後に受験生の皆さん、体調崩しやすい時期になってきましたので、体が資本です。体が資本なので体調管理を一番大事にしつつ、受験勉強のラストスパートぜひ頑張ってください。受験を終えた日に一人でも多くの方が晴れやかな表情でやりきったって、頑張った私、頑張った俺と思えることを心から願っておりますので、今後もねお互い一緒に頑張っていきましょう。それじゃあここまでお付き合いいただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。それじゃあまたね、バイバイ。